皆さんこんにちは、神岡夫婦です。前回の動画でペンキの一度塗りを完了させました。今回は二度塗りをしてアクセントカラーも塗っていこうと思います。これでこの部屋の雰囲気もガラッと変わっていきます。1日目お疲れ様でした。お疲れ様でした。だいぶ雰囲気変わったね。変わった。質感もすごいいい感じよ。ねえ、すごいいい質感。意外と一度塗りでも、いける。ねえ、結構綺麗にはなったな。ちょっとやっぱね、こうやってじっくり見たら裏が気になるので、一回塗っていこうと思います。はい。で、今日ちょうどここの壁のペンキが届きました、おー、これカーキ、こっちがオリーブドラブ。おー、これを調合して色を作ろうかなと思います。で、もう一個購入したものがあります。はい。それがこのバケツ。おお。こうやって持てるし、ほうほうほう、こうね、ここで切れるんです。おお。これやっぱね、これあった方がいいわ絶対。いや絶対いるね。昨日受け皿とローラーでやってたけど、さっきね試しにちょっとこっちやってみたけど、キレが全然違うよな。違うし、見た後全部つけれる。そう、全面ベチャーンと一回つけて、それでしっかり切ってっていうのがすっごいしやすいね。そう、あと一応小さいハケ、うん、昨日大きすぎたから端を塗ってたら、うん、横に左右に全部ついちゃう。あ、これ細いのを買いました。はい。これを新しく投入したので、はい、もっと早くできるはずここが入ったら一気にこうガラッと雰囲気変わるんだろうなっていう楽しみがある。楽しみだね、うん。ではこの2つをここで混ぜていきたいと思います。はい。これ1つが、うん、5平方メートル塗れるので、一応ここが9平方ぐらい、はい、9平方メートルがあるので、2つで10平方メートル、塗れるように一応スタンバイしようかなと思います。はい。おいい色。あ、いい色やね。いい色です、で、昨日塗った感じ、ちょっと粘度が高くて、塗りにくいかなと思ったので、少しだけ薄めます、水 で、はい、で一応これにも、水で薄めて OK で、5% 未満なので、ほんのちょびっとだけ、はい、このキャップ分ぐらい出ようかな。はい。だいぶはみ出しちゃったけどちょうどいい。ちょうどいいねさあ、どんな色になるかな。今こんな感じだからね、あ、すげえ、あのさ、わかるかな、昔のウルトラマンのオープニングみたいな、あ、こうぐる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 するやつ。そうそうそう、懐かしいわちょっと世代がちゃうな。世代が違う。世代がちゃうな。どうでしょうか。うん、かなり均等になってる。混ざってきたね。混ざった。こんな色になりそう。いや、いいね。なんか箸もかっこよく見えるわ、うん、よし、ちょっともうちょっと混ぜようかなと思うので、一応念のため、はい、混ぜてこの壁に塗っていきます。はい。さあ、こうやって切れるの。もうすごい、なんかパイナップルみたいたっぷりつけてちゃんと切れるから、いいよね。ね。よし、じゃあ塗っていこうかな。はい。さあ、こだわりにこだわったこの色がどうなるのか。いきます。はい。うわいいや、いいぞこの色は。おしゃれや。これはいいぞ。これこそ追い求めた色だ。追い求めとったこの色。これだよ。あ、やっぱりさ、白と違ってしっかり塗れるから、ムラがほんとできにくいね。どうですか。いいね、めちゃくちゃいい色です。いい色やな、よかった。さあ、これ全面塗ったらどうなるのか、ちょっとやっていこうか。いや、頼みます。はい。
色の組み合わせを考えるときに私たちは iPad を使って考えました。その時にいいなと思った色がペンキでなかなか見つからず探すのに苦労しました。2色を混ぜることでようやく理想に近い色になったので諦めずに探して本当に良かったです。ニッチにも色が入ると一気におしゃれな雰囲気に変わっていきました。いい感じじゃない？なあ、だいぶ仕上がってきたよ。いい感じの色じゃない？うん、めちゃくちゃいい色。あ、一緒一緒、今顔だけ映っとる感じ。飛ばされた。飛ばされた、うん、何が？白いインクを、うん、こっちに飛ばされた。誰に？誰かごめんなさい。飛んじゃった。これなんか激しくしたら遠心力で散るよな。めっちゃ散るね。思っとるより飛ぶもんな。そう、ピシャピシャピシャって飛ぶから。そう、気をつけんといけん。なんか普通に ね、服とか可愛いも飛んでくるし、うん、もしね、やる人がいたら気をつけてほしい。本当だね。飛ばしたら怒られるから。特にその違う色を今一生懸命塗ってるところとかに飛ばしたら一番怒られる。怒られる。ごめんなさいな。でもね、今ちょっと残ったから二度塗りをしたんですけど、うん、やっぱね、全然仕上がりが違う。いや、めちゃくちゃ違うよ。この素材さ、うん、チョークも使えるっぽくて。あ、そうなん。黒板っぽいよね、今思ったら。あ、確かに、ちょっとなんか黒板っぽいからここでチョークでちょっと描くか。ダメ。また怒られる。怒られる。できたかも。OK。OK。いい感じ。いい感じですか？うん。そう。いやー、いいね。めちゃめちゃいい感じやん。なんかやっぱりペンキとか見てて、うん、なんかこの色じゃないよなーって時は、うん、調合するのって結構おすすめかも。そうやな。まあ、一か八かやけど。一か八かに。でもそれこそこの、うん、DIY スタイルペンキ、うん、は、チュポがあるから、うんうん、チュポとチュポで合わせてみたいな、私たちは。そうやね。そしたら、ね、安く済むし、うん、買って失敗したはないからね。そうやな。だからこう、こだわってやりたい人はああいうので試して、まあ、最悪組み合わせてやったりするのもいいんかもな、うん、楽しいからね、自分だけの色を作れるし。そうだね。独特なコロコロやな。攻めるね。塗装が完了したらコンセントや照明器具を取り付けていきます。この作業は電気工事士の資格を持っている夫にやってもらいました。できました。できました。どうですか？どう？いや、すごいよ。石膏ボードとして全然雰囲気変わるね。雰囲気がもう激変。色塗っただけなのにね。ね。いや、すごい。すごい気持ちいい。ライトもついたから。そうそうそう、照明もついて明るくなって、まるで新築のお家みたい。うん、気持ち綺麗よ。ね。ペンキも思ったよりきつかったね。天井とかね、すごいきつかった。うん、なんかもっとこう楽に簡単に塗れるんかなと思ってたけど、やっぱね、一度塗りだけだったら、うん、結構ムラ、二度塗りは必要かなって。そうだね、思いました。で、本当にこれさ、このペンキすごいのがこうものすごいこうマットな質感になるんやな。すごい、ね、かっこいい、すごい。うん、でも一つ悔いがある次は。どうした？これ調合したじゃん。ああ、色2色混ぜたもんね。そう、うん、
それゆえの欠点なんだけど。ああ、ら見えるかな。いや見える見える見える、なんかこうシミみたいに見えるでしょ。いや、まあ、色がちょっとここだけ濃かったよな。濃い方の色が沈殿してて、まず切れてなかったものを感じちゃったから、うん、こうなっちゃった。これさ、難しいところがさ、塗っとるとき全然わからんかったもんね。そう、乾いてない、乾いてる色と乾いてない色って違うから、うんうん、乾いてないだけかなって最初思っとったら、うん、これだった。悔しい。もうここだけよ、本当に。調合するんだったら、最後までずっと混ぜながら、うん、そうだね、学習したね、あと。そう、学習はできた。うん、でもめちゃめちゃ悔しい。まあ、隠して使おう。隠して使う。いやでももうだいぶ完成形が見えてきたよね。そうよ。いやすごいいい雰囲気になりました。いいじゃん。じゃあ今ペンキも塗れて、うん、まあこう照明器具とかも全部つけれた状態、うん、で次やるのは床。お、また床に戻ります。フローリングですね。おお、いよいよどんな雰囲気になるかな。いやでも転べるよな、そしたら。転べる転べる。転びたい。ね。いや次も楽しみですな。楽しみですね。うん。じゃあ次はフローリングをやっていきます。やっていきます。お楽しみにしておいてください。はい。よろしくお願いします。お願いします。さあ、はい、外をご覧ください。あれすっかり夜になってる。そしてまだ一列目は終わっていない。